トゥンクチディティロ・ムハンマド・サマンは、アチェ王国のウラマー。アチェ戦争の指導者の一人として活躍し、1973年11月6日に、インドネシア国家英雄の称号を授与されている。本名は、シェフ・サマンで、広く知られている通称、トゥンクチディティロは、ティロの大ウラマーという意味の称号である。自由アチェ運動の最高指導者、ハッサンディティロの祖父にあたる。 1836年に、アチェ王国、ピディティロの鍵であるトゥンクシンドリの息子として生まれる。サマンは、父の下で教育を受けた後、15歳の時からはおじ、トゥンクチダヤージットディティロの下で教育を受ける。数人の教師から教育を受けた後に、アチェベサールに移り、2年間を同地で過ごした。サマンは、イスラム教を学ぶ傍ら、オランダ領東インド政府軍との戦闘に参加した。 その後、故郷に戻ったサマンは、おじと共に教師として、イスラム教を教えた。数年後、サマンはハッチになるためメッカに、巡礼の旅に出た。メッカでは、スマトラ島、ジャワ島、ボルネオ島のイスラム指導者や、革命家と交流し、彼らと帝国主義や植民地主義の議論を重ねる中でオランダとの闘争に一層関心を抱くようになった。 1880年、故郷に戻っていた、サマンの元を、オランダとの闘争を指揮するウラマーを探し求める。ゲリラ部隊が訪れ、サマンは彼らの指導者の役目を引き受け、アチェ各地を転々とした。サマンは、訪れる、村々のモスクで演説し、カーフィルに対するジハードは、我々の義務であると訴えた。同時に、各地のウラマーに、1883年までに、 オランダをアチェから追い出すとして、協力を訴える書簡を送っている。アチェ戦争を描いた絵画サマンと各地の裏マーたちは、スルターンであるムハンマド・ガウドシャーの支援を得て、対オランダ闘争のために6000人の兵力を集めた。オランダは反乱の兆候を察知していたが、中心人物であるサマンの存在は認識しておらず、兵力を整えたサマンは、オランダ軍の要塞間の通信網を破壊した。 1881年5月にサマンの部隊が戦闘に加わったことで、アチェ戦争のアチェ軍の劣勢を大きく覆した。攻撃を受けたオランダ軍は、ラムバロ、アヌックガロン、サマハニの要塞の軍備を増強した。しかし、サマンの部隊は地の利を得て、オランダ軍を圧倒し、1882年から1883年にかけて戦闘を行いブルエ島を占領した。 1883年初頭には、コタラジャのオランダ軍要塞への攻撃を開始し、オランダ軍指揮官を打ち取ったものの、要塞の攻略には失敗している。アチェ軍は勢力を拡大し、オランダの支配地域は一時期4平方キロメートルにまで減少した。1884年4月には、ムハンマド・ダウドシャーが、サマンこそ国民の指導者であると称賛する一方で、 自分こそがアチェ王国のスルターンであると宣言した。これを受けてサマンはスルターンになる意思がないことを8月に明言している。サマンは1885年までにオランダ軍は降伏すると感じていた。彼はオランダ軍に死者を派遣し、オランダ人がイスラム教に回収するなら降伏を受け入れると条件を提示している。 1888年には別の条件を記した書簡を送ったが、この書簡は目殺された。サマンは遠征を繰り返し実施したが、コタラジャを陥落することはできなかった。サマンの墓1891年1月21日、サマンはアテ軍指導者の息子から毒を盛られた。その息子はサマンを殺す見返りに指導者の地位をオランダ軍に約束されていたという。 サマンはアチェ軍の要塞に運ばれたが、到着した時にはすでに死去していた。遺体はアチェにある一族の墓地に埋葬された。サマンの死後、トゥクーマール、チュニャ、ディン、チュニャムティアが、アチェ軍の指導者として、逃走を継続したが、アチェ軍は、この後、勢力を盛り返したオランダ軍の攻勢の前に、敗北していった。1973年11月6日、 インドネシア大統領、スハルトの大統領令、第87号により、インドネシア国家英雄の称号が贈られた。サマンの名前はジャカルタなど、各地の主要道路に名付けられている。ありがとうございます。